販売の先生です。10月までの売上ですね、見てみますと、そうですね、現在までですかね、現在までの売上、ですね、50万8629円ですね、売上がね、今年のこの上にある、私のねツールの売上ですね、これ買っていただいたんですけどね、ツールの売上が、デルマーケットですね、こう出て、これ1万円ぐらいですね、これ買ってましてね、買ってくれてましてね、デルマーケットの売り上げがこれですね、10月までなんですね、現在ね、こうなんですよ、10月2日なんですよね、で今年のだから10月までの売り上げが50万と8629円ですね。僕のインジケーターなんだけども、よく売れてますね。50万売れてますね、今年ね。インジケーター。バイナリーオプションや FX で楽に稼げるインジケーターというのね、これ3240円っていうのはよく売れてます。私の収入の利益は2740円なんですね、こちらね。手数料が496円なんですけども、こう10月まで、10月2日まで、今年1日からね、2018年1月1日から、こちらなんだけど、10月2日ね、まだ12月になってませんけどね、売り上げがよく売れてます、これ。32円というのもありますけどね、チャンネル登録したら32円で買えますよっていうのですね。この当時はバイナリーオプションや FX で楽に稼げるインジケーターは8000円だったんですね。今3000円にね、割引してるんでよく売れてますね。508,629円ですね。ね。結構売れてますね。こうですね。10月2日までの売り上げ、これは1万円ぐらいしたんですよね、当時ね。ね、最初は1万ぐらいだったんですよね、これね。で、儲けが8470円なの。手数料が1530円だ。1万円で売ってた時はね。で、1日、ね、こうって。1日がよく売れましたね。18年1月の。最初やっぱ出した時はよく売れますね。しかし、先月も5号売れたからね。うん。今月はまあ2日目だから、まだ、立ってないんで、立ったばっかしなんだね。2月でしょ。結構売れるんですね、これね。デルマーケットの売り上げね。今ね、3240円で売ってるから、儲けは2744円なんですね。こちらさん、コンビニ振り込みで買ってもらってるんですね。あと、クレジットカードで買ってもらってますね。銀行振り込みもあるんですね。ね、
50万8629円の利益ってのは大きいですよね。これ儲かったな、これね。これちょっとありがとうございました。あの浜岩先生です。このツール売れてまして、50万ね、収入がありましたね。50万8629円ですね。本当にいいですね。どうもありがとうございました。